平野紫耀、小栗おぐりのしゅんさんを尊敬するファンからの大量質問に続々回答、楽しいんだもん。元キングプリンスへのメンバーで、現在は俳優としても活躍する平野紫耀が、17日にインスタグラムのストーリーズでファンからの質問に回答しました。この回答は、ツイッターのトレンドで1位を獲得し、多くのファンから感謝の声が上がりました。 ヒラノシは、仕事がうまくいかない時の対処法についての質問に対し、親身になってアドバイスを送りました。考えすぎないことじゃないです。ね。俺も考えすぎて寝れなくなるタイプですけど、趣味があれば趣味に没頭してオンオフを切り替えます。と述べました。これは、ヒラノシが自身の経験から得た知恵であり、ファンからの質問に真摯に向き合っていることを示しています。 平野の仕様のインスタグラムアカウントのフォロワー数は350番人を突破しました。この数字に驚きつつも、彼は感謝の気持ちを忘れずにファンに向けて涙を流す絵文字と共に伝えました。いやほんとびっくりだよ、M。本当にありがとう、と綴られています。彼のファンからの熱いサポートに心から感謝している様子がうかがえます。 質問の中で、平野耀は好きな俳優として、小栗の春さんを挙げました。寂しいという質問に対してはみんながいるから寂しくないよと返答しました。彼の俳優としての尊敬の念が滲み出ており、俳優としての道においても小栗の春さんのような成功を目指していることが伺えます。 平野紫仕様は大量の質問に返答し続ける中で、ねえ、今日どうしたのすごいやるじゃん。体力お化け。という声に対してだってみんなとこんなにコミュニケーション取れることあまりなかったから楽しいんだ、もん、とファン思いない一面を見せました。彼のファンとの交流が楽しみであり、彼自身もそれに喜びを感じていることがわかります。 その日、平野耀はツイッターのトレンド1位を獲得しました。最新投稿のコメント欄には、トレンド、日本でも世界でも1位らしいよ今日の質問箱2時間半超えと、いう長い時間付き合ってくれて本当にありがとうございました。質問箱、今日も、たくさんありがとう。親指ゆっくり休めてね。といった声が寄せられました。 平野紫仕様の人気と支持がどれほど大きいかが伺えます。平野紫仕様は多くのファンからの質問に丁寧に回答し、彼らとのコミュニケーションを楽しんでいます。彼のアドバイスや考え方は多くの人々にとって励みとなることでしょう。今後も平野仕様の活躍に注目が集まり、彼の人気がますます高まることが予想されます。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。